手術はですね、3日前から目の中の細菌を殺す点眼をまず自分でやって、朝昼晩とクラビットっていう点眼薬で、手術当日は、10時に、お医者さん行って、で受付済まして、病室に荷物とか置いて、あ、その後診察ですね。もう一回目の検査ありましたね。目の検査して、あ、問題ないから、じゃあ診察と。で診察して、でその時に2時から、手術しますと。で手術の時は私とあと女子2人とリクライニングシートに座ってもらって、布かぶせて、で目は閉じられないようにちょっと器具はめさせてもらってみたいな、そんな結構詳細に話してくれて、でその時にこうだいぶ手術中のイメージができたんで、恐怖はかなり減ったんですけど、 目に器具はめるとか結構怖いワードも飛んでくるんで、普通に聞き返したりとかしたんですけど、全部丁寧に答えてくれて、10分ぐらいですかね、診察自体は。じゃああとは病室で看護師さんからいろいろ薬とかあるんで、それ全部やっといてくださいみたいな。病室行って、手術用の術着みたいの渡されて、それに着替えて、点滴を2つしましたね。1つは多分ただのブドウ糖でやる意味があったのかどうかはちょっと最後まで謎でしたけど、もう1個が安定剤ってやつで、あ、じゃあ安定剤打ちますねって言われて、最初もう何か分かんないんで、安定剤って言われても、打たれて意味が分かったんですけど、精神安定剤ですね。術中に暴れる人みたいなのが多分いるのかもしれないですね。やっぱり目にこう針が近づいてきますから、でしかも閉じようと思っても閉じられない器具つけてるっていう結構怖い状況なん でそういう状況でも暴れないっていうか、簡単に言っちゃえばもう頭をちょっとぼーっとさせる薬ですね。またクラビットとか何個かあって、でその間にも血圧測ったり体温測ったりがそれぞれ2回ぐらいずつあって、で2時になって、じゃあそろそろ行きましょうかと。で看護師さんが用意してくれた、もうフラフラで歩けないんで車椅子に乗って、で手術場に行って、これで用意されてたリクライニングシートになんとかこうよいしょっていう感じで乗って、当然主治医の方と助手さんがもう待ってるわけで、まずですね、目にでっかい布をかぶせられるんですよ。ここだけ穴が開いてるでっかい布があって、だからもう手とか出そうと思ってもこう布のせいでもうここまでしかいかないぐらいの、ここにその最初僕器具って説明されてた目を開けっぱなしにする装置で、これは実際はシールで、ここにベタッなんかこう透明半透明のシールみたいなの貼られて、でここだけこうペロペロって剥がすともう何しようが目は閉じないっていうかですね。でそういう代物で、ほんでじゃあ始めますねって言って始まって、言ってしまえば片目15分もかかんなかったですね。目の手術っていうとちょっと怖いイメージがあるかもしれないんですけど、専用の器具でこうプッと目の中に穴開けて入れて、これがレンズだとしたら、これをこういう状態に、もっとちっちゃくですけど、こういう状態にしてこう注射器の中で中に入れて、で中でこう勝手に開くんで、コンタクトが、でそれを確認して終わりっていう、それを両方とも繰り返す感じですね。これ、最初にいろいろと説明してもらってたこともあって、全然怖くはないっていうと嘘ですけど、ちょっと助手さんが新人だったみたいで、ほらほら目乾くからもっと水かけてとか結構主治医の方に言われてて、はいとか言って、なんか時期的なもんもあるのかもしれないです。多分4月にお医者さんになったんだろうなっていう、そんな感じの方が2名いらっしゃって、目が乾かないようにその助手さんは常に目にこうスポイトみたいので水をちょろ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 かけてて、ほんで、主治医の方はそうレンズを入れるみたいな、そんな感じですかね。完璧に落ち着いてられるっていう状況ではないんですけど、精神安定剤も効いてるし、事前に詳しく説明してくれてたんで、やってることが今何されてるかが把握できてたんで、そのもう逃げ出したいとかではないですね。ちょっとこの助手の人なんか変わってくんねえかなぐらいは思いましたけど、全然主治医の方はすごい丁寧だったんで、最後まで受けたっていう感じですかね。右目先やって、で次左目ですね。同じようにまず右目用のもう目を潤すために水ぶっかけられまくってたんで、もうべちゃべちゃになってたのをまず一回ベリベリっと剥がして、でどさっとどっか行って、
て、でも左目用のまたでっかいここだけ開いてる左目も同じようなことをして、まで終わりですね。で終わった後ですね、ちっちゃい穴といっても穴なんで多分出血してるんでしょうね。最初世界が少しだけ赤い朱色だったんですけど、もう5分もしないうちに普通の世界になって、もうその瞬間から視力は 2.0 です。ネット見る限り1週間ぐらいかかる方もいるみたいなんですけど、手術終わった瞬間から 2.0 でしたね。もうめちゃめちゃ見えるなっていう感じでしたね。でまで終わるまでは良かったんですけど、その手術するにあたって瞳孔をですね開く薬を打たれるんですよ、点眼麻酔と一緒に。瞳孔開くっていうのは手術中だけだったらいいんですけど、1日ぐらい続くんですよね、それが。なんでもうめちゃめちゃ眩しく感じましたね。その手術中は理由はよく分かりませんけど普通に上見てられたんですけど、終わってから病室に戻ってちょっと暗いからカーテンでも開けるかと思って、ちょっとこうカーテンこうやった時にもう眩しすぎて、わっていう、眩しくて目痛くて寝て、7時ぐらいに起きたんですかね。看護師さんが夕食持ってこられて、それで起きて、で眩しい中夕飯食ってたら気がついたらなんかもう普通でしたね。もう寝れなかったんで 2時3時ぐらいまでずっと本読んで、その後ちょっと寝て、もう朝になってまた診察して、えどうですかみたいな話があって、ちょっと眩しいですけど治りますかねって、あ治りますよみたいな。お昼ぐらいに退院ですね。頭痛が始まってて、目から入ってくる情報量が多すぎるんでしょうね、そのいつもの生活と比べて。そう 2.0 ですから。で今に至ります。で今はもう普通です、もう完全に普通で。ただ1週間ですね、点眼は続けなきゃ、で洗顔がダメ、髪洗うのも1週間ダメっていうことで、水がですねやっぱり目に入ると良くないみたいで、その戦いがこれから1週間始まりますね。お金に関してですけども、と僕が言っておきたいのは、今回自分はですねここの会社の ICL っていうかコンタクトレンズを入れたんですけども、費用が43万2000と32万4000ということで75万6000かかってます。で結構高いなって思われたかもしれないんですけど、まあ、僕も最初そう思ったんですけど、今までですねコンタクト使ってて月多分7000円ぐらいかかってるんですよ。でこれを7000で割ると、その108ヶ月目で元が取れる計算になるんですよね。月7000円だと108ヶ月目で75万6000になるっていうことなんですけど、でこれ何年だと思うと9年なんですよ。ちょうど9年で元取れるのかと。でしかもコンタクトレンズを外したり洗ったりっていう煩わしさもないし、ありだなと思ってですね、それで受けました。もちろんレーシックだったらもっと費用は抑えられたんですけど、目に関することってやっぱり慎重に選びたいなっていうのがあったんで、レーシックにしたら費用が今の自分がかかった費用の3分の1以下ですから、元取るのも3年ぐらいで多分取れちゃうんですけど、3年で元取ろうが9年で元取ろうがなんかもう同じぐらい、結局その後だいぶ得だなと思ってICL を選びました。ということでですね、視力矯正手術を考えの方、ICL、まあ、2つやったわけじゃないんでおすすめですとは言えませんけど、悪くはないです。というわけで失礼します。